おう、政務補佐の奥方殿。スレン。そう警戒するな。いくら俺でも政務補佐の奥方を寝取るほどバカじゃねえよ。そう、それはよかったわ。じゃあ何の用？相変わらず気が強い女だ。まあそんなところも俺は気に入ってたんだけどな。要件がないなら帰らせてもらうわ。ああ、用はねえさ。ただ。ただすげえ腹が立ってるだけだ。その前に殺すわ。やれるもんならやってみろ。これでも結構我慢してるんだぜ。あの変態野郎を殺してやりたいくらいなんだ。ノールが嫌いなの？嫌いっていうか腹が立つよな。あいつ俺の女を奪いやがって。あなたの女になった記憶は一度もないけど、腹が立つには同意する。だろ？だからよ、こんなにあからさまな首輪を見ると余計に腹が立つんだよ。は？じゃあな。政務補佐殿によろしく。何？エスタ。失礼いたします。
待ちなさい。あ、何？疲れているでしょう。こちらを向いて寝台に座りなさい。聞こえませんでしたか？衣を脱ぎなさい。え？終わらせますか？早く。分かったわよ。これでいい。手が邪魔ですね。その手を下ろして。必要ならお手伝いしますよ。必要ないわ。覚えておいてください。あなたに興味などありませんが、私は自分のものを取られるのが大嫌いなんです。は？もういいですよ。湯浴に行ってきなさい。何を言ったの？はい。あなたから何かを聞いたから、ノールはあんな。ああ。とにかく、腹立たしいことを言ってきたのよ。相手は誰だと聞かれたので、事実を答えただけです。あなたの首に跡を残したのは誰だという意味でしょう。首の跡？もしかして今私の首に赤い跡がある？角度の違う赤いあざが重なるようにして立つ。
ば、なんであなたが知ってるのよ。たまたまです。おはようございます。これどうぞ。差し入れです。これはお二人にです。交代の時間に食べてください。これで何かをしてもらおうとは思いません。では交代の時に改めてお渡ししますね。ここで待たせていただいてもいいですか？ありがとうございます。それでは失礼します。ここで待たせていただきます。何日でも。可能性ばかりでは意味がない。実現できればそれは単なる夢物語だ。ですが、夢物語で終わらせたくない望みなのです。ご迷惑は重々承知の上ではありますが、諦められません。
厄介な女だ。あれだけうるさく怒鳴られれば嫌でもわかる。まったく、自由に出かけられない不便さを考えてほしいものだ。あれは少し真面目に働くべきだ。受け取ったのか。ほだされたか。では根負けだな。お前もほだされたか。そうだな。常に手が四本あって助かっている。包みは下げて、次に持ってきたなら門営の当番に食わせろ。私のところにはあげるな。
私に用かしら。